Welcome to Doorstar. I am Golden Tagasan. Today we're gonna do Japanese listening practice with Doing for Pinagricho. Let's go. VR ソーシャルです。ヘッドセットを変えちゃってください。はじめ。Which one? ヘッドセット。But what kind of headset? Don't English. 日本語でお願いします。はい、ピノ普通に喋れるからな。お好きなヘッドセットでお願いします。ピノグリね、喋れるからね、何せ。そう。なんだかんだでね、ヘッドセットをすぐ被っちゃうから、まじまじと外観見たことある人ってそんなにいない気がするんですよ。大丈夫かピノグリ大丈夫か大丈夫か大丈夫かああ、そういう解釈で。なるほど。確かに。3、2、1。ピノグリ。これは何ですか？あ、これは VR ヘッドセットです。なるほど。頭のオレンジ色は何色を表してるんでしょうか？あ、多分、髪ですね。髪の毛ですね。髪か。だいぶファンキーな髪型を描いていただいたところで、いい感じです。ちなみにヘッドセットはこんな感じ。完成です。ぶっちゃけ今のヘッドセットめちゃくちゃ重たいです。早く軽量化してほしいところでありますが、現状このヘッドゴーグルをかぶって見られる風景というのは他では得られない娯楽なので、みんな VR 始めてみませんか？ VR 関係です。コントローラー書いてください。始め。コントローラー。はい、コントローラー。はい、コントローラー。うん、ピノグリッチョは、なんだっけ、クエストだったよね。クエストどんな形なのか実はタカさん知らないっていう。クエストのコントローラーが。どんな感じ？ああ、こういう感じなんだ。としか言えない。3、2、1、終了。ピノグリ。はい。これは何ですか？これはアキュレスの VR コントローラーです。はい。実を言うと、クエストのコントローラー見たことないんですけれども、だいたいバイブと同じような形らしいですね。はい。結構評判がいいコントローラーなので、一回見てみたいんですけれども、っていうところで、素晴らしい出来栄えです。ちなみにコントローラーはこんな感じ。完成です。改めてコントローラーを思い出そうとしてみたんですけれども、うろ覚え。いろいろなデバイスがございます。インデックスですとか、バイブラスとか、オケラスですとか、
ですが、共通しているのは手が汗ばんでにじむ、別にうまいこと言えてない。はい、あのどうしてあの足なし一つあの目を持てる犬みたいですか？ね、まあね、犬もバイブもやはり人と共に、バイブじゃねえや、犬もヘッドセットも VR も人と共に生きるそういうものでございましたので、コントローラー、そうだった、犬もコントローラーも人が手綱を握るのも何もうまいこと言えない、もう許して悪い、俺が悪かったVR チャットです。テレン、犬若丸を書いてください。はじめ。危ないです。危ない。危ないの？危ないの？犬若丸。まあ、ちなみに取材しておいてあれだけど、俺犬若丸ちゃんと書ける自信ないです。なので気楽に書いてください。おお、ピノカス。おお。ピノカス。お、ピノカス。マジでただの暴言なんだよな、本当に。おっと、そうっすね、獅子ですね、これ獅子若丸っすね、なんか普通にかっこいい名前になっちゃった獅子若、まあ犬若丸ですか、犬を描こうとしてなんかよくわからないことになってんだよな。3、2、1、終了。ピノクリ。はい。はい。これはこれは何ですか？怒っている犬若丸さんです。マジで。うん、こ怒っているとこ結構見ますね。確かに。ジェネリック犬若丸というところで合格。うん、多分あのタクさん、うん、犬若丸さんは今私を殺すかもしれませんね。あ、ピノグリを殺すの？ピノグリが殺すんじゃなくて。あ、そうですか。はい、うん、殺し合いが始まる。大変です。ちなみに犬はカマルはこんな感じ。完成です。ぶっちゃけうろ覚えでだいぶ書いちゃったんですけども、というか犬はカマルツイッター上で4コマ連載してるのでそっちの方がうまいです。そして最近ドアスターコンテンツがあんまり出てないんですけれども、この放送がある頃には、放送ビデオがアップロードされる頃にはクロスマーケット、そう、彼が方法をしているクロスマーケットが始まっている頃だと思いますので、皆さんチェケラ、ゴールデンタカさんもアバター出展しています。チェケラ。ネズミみたいですか？確かに確かに。でも、もうちょい、あの、うん、犬若丸さんの弱点を、うん、あの書いてください。犬若丸の弱点、もう一回消すわ。いや、これ放送コードに引っかかるな。放送コードに引っかかるな。まあ犬なんでね、玉ねぎでも書いておきますか。そんなね、タカさん絵描けないってところで勘弁してください。ママ、そこに見えて、ナーバス。This is big head. 今日は書いて頑張りましたけどよくできませんでした。 Maybe that's it. Today I did my best to draw, but I'm clumsy, so I didn't do well. Also, I'm gonna get killed by Ino Wakamaru Sensei. Ino Wakamaru Sensei, 申し訳ありません。勘弁してください。
ば2号機、2号機ですよ、2号機書いてください。はじめ。その表情で書く方が面白いな。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.